実は多治見に転勤になったんだ。多治見に転勤？はあ。おしゃれなカフェとかスーパーとか全くなさそう。これは岐阜県多治見市に移住することになったある家族の物語。ちょうどいい町多治見遊び編。よし、じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。行ってきます。じゃあそのプロジェクトはその方向でお願いします。はい、わかりました。では失礼します。あー疲れた。ちょっと休憩休憩。多治見のカフェでもググってみるか。喫茶店くらいあるでしょう。あれ、なんかおしゃれなカフェたくさんあるんだけど。え、ここもいい。この街並みも素敵じゃん。ここもレトロでいい。実はおしゃれな街。あの建物は何？街中に鎮座する謎の建物。へえ、こんな素敵なミュージアムがあるんだ。キャキャ。タイルで何か作る体験もできるのね。はい、お母さん。どうぞ。ありがとう。頑張ったね。駅前に綺麗な公園もあるし、休日はここでいろんなイベントやってるみたいだし、楽しむってことには困らなさそうね。大きいスーパーも近くにあるし、駐車場広くてストレスないし。あれ、私なんか充実してんじゃん。ちょうどいい街多治見。物語の続きは多治見で。